ジミー・ハミルトンは、デューク・エリントン楽団における、四半世紀の活動で、名高いアメリカ合衆国のジャズミュージシャン。スウィングから、ビバップの時代に活躍したクラリネット奏者及び、テナーサクソフォーン奏者として知られるが、作曲家、編曲家としても活動した。サウスカロライナ州のディロンに生まれ、フィラデルフィアに育つ。もともとは、ピアノの演奏を学び、 1930年代から地元の楽隊で金管楽器の演奏を始めるが、後にクラリネットとサクソフォンの演奏に転じた。1939年にラッキー・ミリンダーやジミー・マンディビルド・ジェットと共演し、引き続いて1940年にはテディ・ウィルソン・セクステッドに入団した。2年間をウィルソンの下で過ごした後、エディ・ヘイウッドやヤンク・ポーターと共演した。 1943年にバーニー・ビガードの後任としてデューク・エリントン楽団に入団し、1968年まで同楽団員として過ごした。ハミルトンの演奏様式は2つの楽器で異なっている。すなわち、サクソフォンではリズムブルースよりであり、一方クラリネットでは精密で単成だが、それでいて流麗な様式をとっている。 エリントン楽団に在籍中に数曲を作曲した。エリントン楽団を退団後はフリーランスの演奏家や編曲家として過ごす。1970年代と1980年代にはバージン諸島で更新の指導に当たったが、時折アメリカ合衆国本土に戻り、ジョン・カーター主催の音楽祭、クラリネットサミットでカーターその人と共演した。 教職を退いてからも、1989年から1990年まで、自身のグループを率いて、演奏活動を続けた。1994年に、バージン諸島のセ千と黒い島にて永民、77歳であった。クラリネットサミット。ありがとうございます。